暗い話ばっかやな。ハムの選手見てみろよ。清宮幸太郎内野手24率いる6人組女装アイドル清宮フレンズが話題沸騰だ。北山幸喜投手24、北浦雄二投手23、田中瑛斗投手24、山本拓海投手23、長谷川武尊投手24の同学年6人が、ファイターズガールの衣装を着て一糸乱れぬジンギスカンダンスを披露した。かわいい、食べちゃいたい。清宮かわよ。想像よりかわいいじゃないか清宮。ハエスっぽい。全然ストライクゾーン。無駄毛処理完璧な清宮フレンズ。腐ったオレンジはノンテンダーしたから今は平和。山本結構いけるな。山本は男の娘風俗なら当たり。清子やっぱごついな顔だけなら何かいそうだけど。これよく見ると髪型も一人一人違って凝ってるなって思った。山本めっちゃ可愛いけど腕たくましすぎて草なんだ。選手？チアの間違いだろ？こいつら、プロでできそうな体してんな。むしろ、球団にやらされましただろ。清宮主導って聞いて草生えた。一人くらい意外といけるやんみたいなのおらんのかい？サンタコスした時の谷口みたいなの。近藤がいなくなった司会的やろね。清宮吉村本部長とすれ違って査定に加えておいたからと言われた草。ちょっと癒される。山本と軍司はファイターズに来て世界観変わっただろうな。漫画に出てくるオカマバーの従業員感がある。気合を入れるところを間違えてます。父ちゃんは息子のこの姿見てなんて言うんだろ。いっそチアリーダーとの二刀流で。先輩にやらされましたとなる可能性はなさそう。全員同い年だし。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。